チェルシー・エリザベス・マニングはアメリカ陸軍兵士。多くの機密文書を公開し漏洩させた後、2013年6月にスパイ活動法などに違反した罪で有罪判決を受けた。マニングは2013年8月に軍事刑務所での35年の刑を言い渡されたが、2017年1月に当時の大統領バラク・オバマがマニングに対し恩赦を 与えたことで2017年5月17日に釈放された。陸軍からは不名誉状態の処分を受けた。2013年、マニングはトランスジェンダー女性であることを公表した。2009年からジェンダーカウンセラーにかかり、2010年には上司に自身が性別違和を抱えていることを告白していた。また、マニングは子供の頃から 自分は女性だと感じてきたと述べて、新しい名前をチェルシーとし、ホルモン補充療法を開始することを希望した。2014年9月、性別違和の治療を週間中に受ける権利を求めて、国を提訴した。2009年に、イラクで情報分析官として、陸軍部隊に任命されたマニングは、機密文書にアクセスしてきた。2010年前半、ウィキリークスに、 機密情報を漏らし、オンラインで知り合ったエイドリアン・ラモに、この秘密を打ち明けた。ラモが、スパイ防止活動機関に通知したため、同年5月にマニングは逮捕された。情報には2007年7月12日のバグダット空爆や2009年のアフガニスタンのグラナイ、空爆のビデオが含まれていた。25万件のアメリカ外交公伝、50万件の 陸軍報告書がイラク戦争記録及びアフガン戦争記録として知られることになった。その多くが2010年4月から11月にかけてウィキリークスとそのメディアパートナーによって公表された。マニングは結局22件の違法行為を告発されたが、そこには敵法除罪も含まれていた。これは最も重い罪であり、死刑もあり得た。 彼女は2010年7月から2011年4月まで障害予防状態としてバージニア州クアンティコ海兵隊刑務所に拘禁される。これは必然的に事実上の独房及び国の内外で有料を引き起こす諸々の制約を意味した。その後、カンザス州レブンはストリデーへ移された。ここでは他の抑留者と話をすることができた。2013年2月、 彼女は告発された罪のうち10の罪状を認めた。残りの告発についての裁判が2013年6月3日に開始され、7月30日に告発された罪状のうち最初の17について、さらに修正後の他の4つについて、有罪判決を受けたが、適法除罪については無罪とされた。その後、釈放されるまで彼女は、レブンワーストリデの重刑備の アメリカが衆国境境体で刑に服した。マニングの暴露、逮捕、判決への反応は様々だった。彼女の電気作家の一人、デンバーニックスは、漏れた情報、とりわけ外交上の伝聞は、2010年12月に始まったアラブの春の触媒になったと広く理解され、マニングは21世紀の天安門事件の無名の反逆者とみなされたり、 苦々しい裏切り者とみなされたりしていると書いている。国境な危機者団は、この判決の長さを、内部告発者が、いかに弱い立場にあるかを立証するものだとして、求断した。ありがとうございます。